昨日パリから帰ってきました。あ、おかえりなさい、ありがとうございます。すごいよね、最近本当にもうなんか見るたびに髪の色が違う。そうなんですよ、ちょっと2色にしてみました。ねー、すごいツートン。上がね、赤だから赤でちょっとパンクっぽく感じ。ビューティー誌自体あんまりリーサちゃんが出てるイメージが今ないかもしれない。あのちょっとすっごい緊張してますよ、うん、大丈夫かなって。なんかビューティーっぽい感じの中リーサを見てもらいたくて、はい、でビューティーっぽい感じって言ってるのに、はい、やっぱりベースがこういう感じだからそう、なんかあんまりビューティーっぽくならない。ビューティーっぽくなってなんかすごいね、うん、ファッション誌なんかさ、指もほら爪がこれだからさ、いかんせんだからもうこういうのやってももう爪にしか目がいかなくなっちゃう、ね、あんまりビューティーもうファッションって感じだよね。そうファッションになっちゃうんですよね。でもね、リーサちゃん今回撮影ですごくこううっとり顔とかもしてもらって、はい、ありがとうございます。だいぶ近い距離で撮影しましたね、はい、今日はね、美容の雑誌ということで、はい、美容対談をお届けしたいと思いますけども、はい、すごく美容好きで、うん、なんか新しいそういう最新のお化粧品だったり、うんうんうん、なんかこうメイクアップはあんまりまだちょっとギラギラだったり派手なものが好きなんですけど、うん、意外とこうスキンケアの方はこうナチュラルだったり、うん、なんかそういうのが好きです、ね、せっかくだから今日美容のお話をちょっとだけしていきたいと思います。はい、お願いします、はい、美容法は最近なんかシンプルに行き着いてるかも。導入物とあと化粧水と蓋をするぐらいの最小限のケアでやる日が増えた、うん、でスペシャルケアももちろんやるし楽しいんだけど、なんかベースすごいなんかお肌のことを考えるようになったかも。こういろいろなんか試したけど、うんうん、結局これだけでいいなっていうことですよね。なんかねブームはね、うん、でもまた結局いろいろ使いたくなると思うんだけど、うん、その代わり美顔器でいろいろと下準備をして入りやすい状態の顔にしてから入れていくっていうのも一個あるんですけど、うん、すごい、うん、私はですね、うん、頭皮おー大事頭皮の、うんマッサージ機を最近なんか買って、うん、それがなんか EMS とかがついてるやつなんですよね、うん、で普通に自分でするよりもこう結構頭皮が動いてるんですよね、うんうんうん、その電動のやつだから、うん、だからそれをやった日とやってない日じゃやっぱ顔の上がり方とか目の開き方が こっからここのなんかこの上がってるのがなんか全然違くて、うんうんなんかやっぱ頭皮って大事なんだなってすごいそうだよ、ね、思いました。私たちって一枚顔なんだなって気づかない。そう初めてそれがちゃんと気づけたんですよ、うん、しっかりやるとめっちゃわかる。だからやっぱちゃんと私頭皮ケアしなきゃなって思いました、うんうん、で頭皮にもちゃんと化粧水頭皮用 あの美容液とかを今までもう全然塗ってなかったんですけど、うん、塗るようにしてます。でもだからこんなブリーチしててもやりまくってるじゃんいろんなことを。本当に髪の毛がよくこんなに健康だなって生きてるなって感じですよね。結構でもまあずっとブリーチし続けてるんで全部、うんうんうん、ちゃんと手入れをしないと、うん、とんでもなく大変なことになるんですけど、ね、トリートメントとか、うん、そういうヘッドスパとか、うん、なんかちゃんと行ってます。そうなんだよまめにやってるんだよ結局、うん、これやらないと多分もうとんでもないことになってるぐらいのブリーチの回数なんで、うん、そうだね、はい、結局みんなやってるんです。やっぱやるとちゃんと答えてくれるなって思いました、うんうん、髪の毛もあすごい今美容っぽいよキャッ何だろう。ちょっとな海外のもの取り入れるじゃんリーサちゃん。この間もお土産でもらった海外のそうですリップリップよかった。なんかあれミルクっていう海外のブランドでセフォラっていうあセフォラに売ってるんですけど、うんうんうん、すっごいプルーンってなるから、うん、買っていこうと思っていただいちゃいました。もう知ってるって言われるかなと思ったけど。いや全然知らないよかった、うん、そうそれとかですかな、うん、あとやっぱ目の瞳のメイクだからすごいカラコンを持ってるんでカラコンだカラーコンタクトはすごいその衣装に合わせたりとか、うんうん、でも全然色味を変えなくても少しぼやってこう入ってる、うん、若干こうパッと見わかんないんですけど、うん、若干変わってる風に見えるのとか、う
あるんで、すごい、なんかそういうナチュラルなのもあるからすごくお似合いになるだろうなと。何種類持ってるの？すんごい量、もうバケツバケツバケツいっぱいブワーだって。私渡辺直美さんのカラコン買ったことある。焼きそばパンとか名前がすごい可愛くて。そうそうそう、玉こんにゃくとか。あ、そうそうそう、可愛いやつあるから。なんか今回も撮影で今から撮るお衣装で、はい、リサちゃんのカラコンをちょっとお借りして、似合うだと思うやつをずっと選抜してそして何が入ってるか把握できてるの、バケツの中って。うーん、基本的にないですね、あのくじ引きスタイルですこうやっていっぱいあった、あ、どうしよう、これ1個しかないやっていう感じ。すごいよね。なんかそのお家行ったことあるんですけど、はい、物多すぎる、あと色が多すぎる情報量がすごい多いですよね、うん、だから私も色が結構多いタイプだから。そうだよね、全然どこにいるか分かんなくなるんですよ、あの家の中で。うちのワンワンがさ、すごいびっくりする。リーサちゃんが家に遊びに来ると、はい、多色だからなんか色多すぎて、もうすごい戸惑ってるよね。そう、戸惑って、さっきもすごい吠えられてめちゃめちゃ吠えられまくってそう、なんかね、吠えることあってもうーってあんま言わないんだけど。そうですよね、うーって言ってる。うーって言うんですよ私に、って私基本2色か3色だから、うん、すごい。私だったらはってなります。焦っちゃうよね。焦っちゃ う、私が黒着てると引かれますよって心配されるからね真っ黒ですよ。黒です。大丈夫ですかね。大丈夫です。光る何かをつけて。光る何かをえ、メイクは蛍光とかは使わないんだっけ？メイク結構使うときシンプルだよね。シンプルですね。それができないんですよ。つけまつげとかも、うん、絶対自分じゃ下手くそで全然つけれなくて、うん、ドラマの撮影のメイクとかも私自分じゃできなくって、田中さんそれが本当にすごいなと思うのが、役に合わせてメイクができる方じゃないですか、うんうん、私全部多分自分の顔になっちゃうんですよ。役に合わせれないから、うんうんうん、それが本当にすごいと思います。え、今つけてんの？まつげ。まつげつけてます。うまい。マジですごいんですよ。韓国スタイルだね。韓国スタイルです、うん、こうやってビビビビビ。すごい。ノーズって自分で入れるとき何入れてる？あれです、ハクナマタタみたいな感じで。ハクナマタタ、外国のあのリールとかメイク動画で、うん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 、すっごいシェーディングを最初にがっつり塗るメイク動画流れてくるんですけど、わかんないからそれを真似してやって。そうなんだ。すっごい顔立体的になりすぎない？だからああいう風にやっちゃうから顔だけ急にすごっなっちゃって、やっぱメイクってむずーって思います。私はカネボウの新しく出た炭みたいな色のあれがあるの、コンシーラーがあって、うんうん、それやると鼻とかすごいスーってまっすぐに見えるの。あれは今手放せない、はい。それをこうやって入れるんですか？そう、なんか鼻が若干ほら人って曲がってるんだよ鼻が、うんうんうん、だからあの大体の人がその骨がちょっと曲がってんだよね、うん、だからそれを自分で調整するわけ。こっちの方が曲がってるからここをシェーディング入れるとっていう、どっちもまっすぐ入れちゃうと意味がないから、うん、そうこっちだけちょっとここに入れてとかやるとまっすぐな鼻に見える。え、鏡見ないことあります？え、どういうこと？あ、今日自分の顔見てないなって時あります？え、だってお顔洗うじゃない。洗面台ってさ、だいたい鏡ついてる見ないってこと？あんま見ないですよね。あ、今日そういえば自分の顔あんま見てないなってよくあるんですよ。鏡も私選んでるんですよ。ん？鏡って透明度が違くってものによって、うん、だからなんかちょっと薄くグレーみがかってるものもあるし、青みがかってるものもあるし、うん、自分の肌色に一番近く見えるっていう鏡を買ってるので、それで自然光と普通の照明で見て、例えばすごく大切な人とご飯に行くオケーションがあったとしたら、そこのお店をできたら下見してライティングチェックして、そのライティングに合ったメイクをしたいそれツヤツヤに作りすぎちゃうとなんかテカテカになる場合がライトで、うんうんうん、そうですよね。そうだから、で自然光でデートするときはもう絶対にあのなんだ、ツヤをちょっと抑えて、でかつ素肌感を残した感じのメイクにしたい。じゃないとすごい塗ってる感が見えちゃうの。だからそういうとき自然光でメイクするもん。ベランダに出てもうちょっとベランダにはいすごい日焼け止め塗ってからね。でそれロージーローザのすごい安い鏡なの。知ってる？ロージーローザってプチプラなんだけど、うん、1000円しないと思う、うん、その鏡でメイクすると結構自分の本当の肌色が分かるから、ファンデーションとかも選びやすくって、ファンデーション買いに行くときも私その鏡を持って行ってます。デパートとかのコスメ売り場ってすごい肌が綺麗に見えるようなライトなの、うん、だからそこでも見るし、あとはお手洗いでも見るの。一回つけさせてもらってからね、うんうん、お手洗いでも見て、
で、あと蛍光灯の人と見て、で、あとお外に出てから見ると、あ、絶対 こっちの色じゃないとか分かる。すごい。で、それで最近買ったファンデが資生堂の新しいやつで、それがめちゃめちゃいい。なんか最近ファンデ買った？私はもう誰かがいいっていうものをただ買うだけのやつにしてます。うん、あのスックといえば、はいはい、っていう、うん、機内販売でも売ってる、うんうんうん、それです。スックいいと思う。めっちゃ結構カバー力あるし、あのスック好きだったら、はい、新しく出たクリームみたいなやつめっちゃいい。こういうあのやつですよね、うん、この蓋の。そうそうそう、あれが結構カバー力もあって、でかといってそんなに持ってる感じもしなくて、うん、ピタってくっつく感じがすごくいいと思う。大急ぎで買いに行きます。キラビさん、とにかくなんか突き進んでる感、なんか我が道を行ってる感がすごく素敵だなと思って、それが一人よがりじゃなくって人を幸せにする我が道を行くだから、私はすごい一緒にいて楽しいし気持ちがいいです。え、もうなんかありすぎて一問一答にしちゃうとあれなんですけど、もう本当に全人類もう憧れのもうこうなりたいっていう、もうみんながなりたい。だから女性から見てもそうだし、男性から見てもそう。みんなが見て綺麗でこうなりたいって人ってなかなかいないですよ。でも男性受けだと男性に偏りがちじゃないですか。だけど女性からの支持もすごい人って田中さんしかいないんじゃないかなって思うんですよ。でも最近男性支持が少ないのよ。え、なんでですか？私気が強いキャラクターが、いやいや、出過ぎちゃってて。出過ぎちゃって、だから、うん、本来そうじゃないじゃん。お家にいる時とかって。そうですよ。そうだよね。皆さんそうですよ。そうだよ。メディアメディア、それもエンタメだから。エンタメなのでね。そう、私は圧倒的にもう若い女の子のが多いんですけど、うん、なんかほんと幅広い方にこんな支持される方ってもう今後出ていらっしゃらないんじゃないかなと。他にだからすごいなと思います。嬉しいです、ありがとう。あ、普通にタクシーに乗るところ。え、どういうこと？どういうこと？何、どういうこと？めっちゃ普通にタクシー乗るんだ。え、どういう意味？あとネットフリックスが今までずっと小さい画面で見てたって言われて、テレビとの同期が私がやりました。でちなみにそのこっちのやってもらったらめぐみさんにやってもらった。分かんなくてめぐみさんにこれやってもらって、でこれちっちゃい画面どうしたらいいですかって言って、もうそ私はそこまでって言われて、うん、ここから先何もできないから。でリーサちゃんにこれ見せたら、そうテレビをずっとこうして、うん、あ、できましたよ。そしたら離婚しようよが出てきて、あ、見ようって思って見たり、うん、ありがとうございます。なんか全てが完璧だと思ったから、なんか可愛いなと思いました。機械にほんとめっぽう弱くて、はい、本当に何もできない。 Wi-Fi もちょっと分かってないもん今。 Wi-Fi ってそもそも読めなかったし、うちに Wi-Fi あるとか言われても、え、ちょっと分かんないから聞かないで。分かんないから聞かないで。リーサちゃんは意外と美容が好きっていう、うん、めちゃくちゃ無頓着なイメージがあったから、現場で話してたらこれ知ってますとか、あ、そんなん使ってんのとかっていう話したり、うん、とにかく最初人見知りだから警戒心強すぎちゃって全く心開いてくれないから、本当に最後のクランクアップぐらいでやっと話せるみたいな、うん、3ヶ月かけていつも、うん、調子良くなって、なんかこう、あ、喋る時間になったってなってそこでさようならになっちゃうから。そうだよね。で、また次会った時にってなっちゃう、うん、だから本当仲良くなれてよかったです。私がグイって言ってよかったです、はい、嬉しかったですです。今度 Uber Eats 教えてもらおうと思って。そうなんですよ、 Uber Eats も利用してないから。そうそう、登録の仕方と、いい感じのもの、うん、これいいですよって、うん、こちらは、こちらは私ある。え、何ですか？私リーサちゃんと一緒に韓国に行きたいです。どういう顔？これは行きたい。お仕事でしかほぼ行ったことなくて、うん、楽しめてないなって思って、うんうんうん、だからすごく詳しいじゃん。そんなに詳しくないですけど、うん、アイドル詳しいじゃん。なんか私は詳しい人がいるから。あ、そういうことね。こう横流しでこう私がなんか知ってる風になってますけど、うんうんうん、でも最近こうすごい口を開けば韓国の話なので知ってます、うんうん、私でも TT 以降全然ついてけてないのよ。それよりは私が多分
詳しいとは思うので、そうだから教えてもらいたいし、はい、韓国のアイドルの人たちのメイクとかファッションとか、うんうん、そういうのも教えてほしい。絶対田中さんいいですよ、うん、田中さんってずっと呼ぶよね。田中さん、田中みな実さんか田中さんって呼ぶ、ね、田中みな実さんです。旦那さんも私のことそう呼ぶし、え田中さんか、うん、おいおばさん。いやもう懲らしめましょう。なんかすごい上下関係すごいはっきりするよね、リサちゃん。そうなんですよ、あのバスケ部なんで。あ、そういうことか。ヤンキーとかじゃないの。バスケ部なんで。なん縦社会の人なんだね。先輩がいるときは、あの壁に背中をつけない。わかる、うん、片足重心ダメとか言うんだ。ダメです、ダメです。ちゃんと両足でちゃんとこうやって立つ。体操部はつま先出して先輩と喋んなきゃいけない。はいはい、はい、そういう縦社会です。なんだろう、フルーツ山盛り対決。どういうこと。フルーツ狩り。フルーツ狩り。フルーツ狩り。あ、フルーツ狩りです。あ、いいね。はい、まあ、いちごかな。うん、みなみさんの驚異のフルーツの食べ方を皆さんに見せたい、うん、すごいんですから、いちごの食べ方が。ほぼほぼ食べてますよね、この全部段ボールに入ってる。あ、そうそうそう、 4つ入りのやつとかをもう一箱食べるから。そう、4パック食べてる。しかもなんか黙ってずっと食べちゃうと、そう3分ぐらいで終わっちゃう。本当にそれが持って言ってるのかなって思ってたんですけど、うんうんうん、あの本当にそれを私目の当たりにしたんで。いちごは酵素たっぷりだからね。はい、うん、いちごの時期ですしね。そう、弥生姫が一番好きなんだ。姫ですから。車運転するっけ。はい、ちょっとさ、乗せてくんない？あの好きなファームがあって、そこにいちご買いに行きたくて。わかりました。ぜひ私の車で、はい、はい、じゃあ私たちはいちご狩りに行きます。行きます。